ということで、西武豊島線の豊島駅までやってまいりました。右側を見てみるとですね、こんな感じでね、豊島園が閉園するから、たくさんのお客さんがいらっしゃっていますけども、じゃあまずね、この豊島駅周辺を散策してみようと思います。ですので、一回豊島駅の改札行ってみましょう。ということで、豊島園のね、改札口出ました。この西武豊島線の豊島園駅から、豊島園っていうのは徒歩1分ぐらい、とても近いところに位置していますね。こんな感じでいつもよりたくさんのお客さんがいますね。ということで入り口まで行ってまいりました。さらに豊島園の中はね、さらに人がめっちゃいるんですよね。いや、これぞ密ですよね。で、それでこの旗には、Thank you for 94 years 94年間ありがとうございましたっていうことですよね。すごいですね、94年もの創業遊園地って結構長い歴史を持っていますよね。いや、豊島園行きたかったなぁ。私ね、西武池袋線民なのにね、こんな豊島園に近いところに住んでるのに一度も行ったことがないという悲劇なんですけど、これね、もちろん早めに行っときたかったな。これ事前予約制なんですよね、今。いやー、事前予約制ってね、ちょっと早速ね、チケット買ってジェットコースターとかでワイワイ遊びたいところですけどね、事前予約制なんで。ちょうどコンペンちゃん、コーペンちゃんがね、通りましたけど、はい、ということでね、これ西武線の中でもね、とても珍しい珍しい単線になっているんですね。これ西武線とか普通線路が2つとか4つがメインなんですけど、これ1つ単線ということなんですね。で、これ豊島園が閉園するじゃないですか。で、豊島線どうなるんですかね。このまま西武豊島線の豊島園駅でなるのか、それとも豊島園が閉園した後にハリーポッターの施設ができるということなんですけど、西武ハリーポッター線のハリーポッター駅とかになるんですかね。いや、そんなダサい意味ないですよね。だってロンドンに作ってほしい。西武豊島線が開業したのは1927年ということで、でも豊島園の開園は1926年になっています。で、この豊島園が開業したこの1年後に西武豊島線が開業したんですね。多分豊島園の移動をもうちょい便利にしようと思った。その上で開業したんでしょうかね。Thank you.
ということで、豊島園の前まで戻ってきましたけど、相変わらず人がいますね。でもここから見るともうね、豊島園はたくさんのお客様に愛されてね、遊園地だなって感じます。こんなお客さんに愛されてる中閉園してしまうっていうのはとても悲しいことです。ちょっとね、予想以上に人が増えてきてね、撮影をちょっと一回終わりにしなきゃいけないっぽいのでね、じゃあ今回の動画は一回ここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではバイバイ。